開発レポート第4弾。今日はフェイシャルアニメーションについてご報告します。失礼します。お、このキャラは表情動いてますね。シェンムーといえばおじさんおばさんがたくさん登場しますから、ちょっと怖そうな顔ですね。どんな会話をできるんでしょうか。いかがでしたでしょうか。次回の開発レポートもお楽しみにお待ちください。バイバイ。